ということで、ついに来ました稲沢。ようこそ稲沢へとりあえずすごい電車を楽しんできましたえ、あれなんだろうということで始まりましたイタニャンコ散歩最終回名古屋バーということで、最初に名古屋に来て降り立ったのは稲沢市の稲沢駅なんですけど、私まあね、あの旅行者あるあるで普通に稲沢駅に来ちゃってえ、絶対これさ、え、なんもないんじゃ、もしや、え、なんかすごいだだ、なんか、え、どこに向かうんだろう私は。とりあえず30分くらい散歩してみようと思います。反対側に来ましたある。イナッピー。でも私このために来たんだと思う。そういうことなんじゃないかな。イナバースマスコットキャラクターイナッピー。超荷物多いんですよね。はい、ようこそ。恥ずかしくなってきちゃった、ね、すごい。ふんどしと頭のは何なんですかね。ちょっと裸祭りっていうのがあるっていうのを聞きました。この辺で行われるんでしょうか。どこだろう、会場が分かんないんですけど、え、すごい。イナッピー、イナッピー喋んのかな、まあ、とりあえずもう注目の的です。このド派手な私、荷物が多くてですね、進みたいと思います。パッチワークどこに行こう、どこに行けばいいの。ペンギン、ミスターペンギンとかありますか。おしゃれな脇を通って、人気抜群ランチ、人気抜群ランチ、メニュー。あと最後に、え、最後、すごい、最後に見て、ミスターペンギン、え、すごい、何これ、ミスターペンギンスナック、愛媛、暑い。
ました。そしてまっすぐ行って、なんかフィットネスコースみたいなのがあって、この荷物の私にはかなり苦行でしたけど、ニタには大丈夫です。こういうことに慣れております。さあ着きました。結構近かった。あれ、なんか Google マップで19分って出たから、ちょっとマジかよって思いましたけど、はい、髪の毛すごいやもうね、電車好きにはたまらんですよ、こんなね脇を。ただこれ渡る場所ないじゃないですか。渡る場所ないんですけど、あの遠回りしないといけないの私。ここがイベントスペースっぽい感じがするぞ。すごい吹き抜け、イベントスペースっぽい。暑い。でも毛がねモサモサなんで買いました。シュシュ300円。ポイントカードももらいました。また来るかな。はい、ということで、ちょっと歩いてリーフウォークやばい、ゴロゴロやばい。そんなわけで今帰りでですね、もうちょっと疲れたので一休みにと思って、若干ギターの指鳴らしだけしようかなって思って座ってます。ってビルなんだろう。ということで大須にやってまいりました。いや今日はね3月17日名古屋のクアトルでライブということで、いやちょっとその前にね大須で挨拶回りをしようかなと思ってます。 BS12 のマネキテレビっていうテレビに出演するきっかけになったライブが一つ名古屋で行われて、で名古屋の伏見ジャミンというところでやったんですけど、その時に PR 活動で、来たんですよ、大須に。そのわけでね、ちょっと風もここがいまいちどこか分かりませんけど、歩いてみたいなと思います。相変わらず荷物がめちゃめちゃ多いんですけど、いやもうね、いいね、栄えてますね。今日はね、唐揚げを食べなきゃいけないのと、なんだろう、インドっぽいお店とかありますね。すごい入ってった。あ、なんかちょっとこうさ高級感のあるさお菓子屋さんみたいなのもちょいちょいあるんですよね。かわいい、めっちゃかわいい。どれにしようかな、どれにする。左の下の3番目かな。ちょっとなんかオタク向けショップも並びつつ、あ、アイス、大人のジェラート、なんとなく分かったような、分かんないような。あ、分かった分かった。どう進もうかな。はい、ということで、今からポップを作成しようと思うんですけど、先に唐揚げ、大須総本店あやねの唐揚げを食べます。ちょっと浮気してみました。はい、いただきます。すげえ、めっちゃ刺さってる。え、あ、大きい、すごい、もりもりです。これで500円。
っちゃって、うん、美味しいんだっけ、なんだろう、この最終回にふさわしい、なんて言ったらいいんですかね、コメント、重機、重機に例えると。さっきね、手前の一級ドーナツ食べたんですけど、下北沢店に待って、もう好き、すごい好きなドーナツ屋さんで、ぜひ下北沢とか名古屋行った時は行ってみてください。なんて、なんだろうね、なんか前回のイタニアンコ散歩でも食べたんですけど、唐揚げ、あそこも美味しかったですよね。なんか衣がちょっと少なめな感じ、ちょっとヘルシーめな感じがいい。前回がシベルカードだから、今回はホイールローダーで王道でもちょっとスタイリッシュ、そして本店。はい、ということで、名古屋クアトロの楽屋にいます。待ってますよ。はい、今日はこれからのまたちょっと覆ったりとか羽織ったり変わるんですけど、今日もこんなロッカーな感じで参りますぜ。谷間がなんかすごく見える。はいはい、いやー、もう緊張する、ドキドキしちゃうなー。いやー、なんかこうやって名古屋に一人でねやってきて、いやー、もう嬉しい。でも嬉しいこともたくさんあったので、いや本当に楽しみにしています。今日は4曲お送りすることができそうです。ラジオ噴水広場の前にいるよ。ヤホ、誰だよお前。携帯だよ。うわ、携帯だ。ちょっとお前の中身見せろよ。やだよ、やだよ、そんなこと、そんなこと、そんなことない。個人情報見せやがれよ。やめてくれ、やめてくれ。うれ、うれ、うれ、うれ。はい、ということで、ね、私やっと板にアコは、ね、ラビーナちーちゃんに直接遊ぶことができました。イエーイ、ありがとうございますということで、何も知らないちーちゃんはイタニアコ散歩、はい、散歩最終回についてちょっとコメントを急に、急になんかすごいことを、はい、あれですけど、イタニアコ散歩、はい、今までお疲れ様でした。 ありがとうございます。いろんなところにね、そうですね、お散歩されたと、はい、お散歩されました。はい、なんか稲沢がラストだったという、はい、そう、ラストなんです、はい、聞きまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そんな大事なあれで私がね、いきなりコメントとか言ってるのも申し訳ない、板谷さんのファンに申し訳ないんですけども、はい、全然全然ありがとうございます。はい、本当にお疲れ様でございまして、はいはい、最後に稲沢の PR をお願いします。はい、ありがとうございます、今度4月1日に桜祭りが行われます。はい、神宮神社でね、はいはい、あったり、平和町というところでもあるので、はい、まあ、よかったら遊びに来てください。いやー、ありがとう、ありがとう、ジュケ、めっちゃ可愛い。映ってない、映ってないです。だって黒髪なんだもん、あって。いって、いや、下に。板にさん、板にさんもらいました。イエーイ、バイバーイ。最終回、イエーイ。たくちゃんだよきゅうりです。白菜です。大根、大根は、大根、大根は今眠ってます。眠ってるんですか。健やかにこう今ね熟成されてる感じで。てかさ、あなたさ、稲川出身なんでしょ。はい、あ、実は、ね、稲川で採れた、そう、白菜でございます。ちょっと PR してよ。え、白菜いいですか。うん、そうよ。まあ、稲川はそんなに白菜有名じゃないんですけどね、結構豊かな土で育っておりまして。